ごめんくさい、1チャンネルでございます。もう本当にね、浜谷雄二さんが亡くなりましてですね、僕あの浜、チャーリー浜さんになったのがね、だいぶ後だと思うんですよね。僕子供の頃はもうやっぱ浜雄二さんで、この方やっぱりギャグが多いでね、浜雄二さん出てきますので、やっぱりそのボンボンキャラクターでですよね、最初からね。だからなんかこう、でも劇がすごく格調が高くなるような気がするんですよね。上品な劇になったような気がちょっとだけするんですよ。まあ綺麗な服を着て出てくることが、まあ、多かったのでね。でとにかくね、ギャグが数が多いんですよね。有名なギャグですよね。なんたるちやー、さんたるちやーとかね、いずこへとか、本当かじゃありませんかとかね。まあとにかく本当にね、本当に多いなというふうに今はなんても思いますね。流行大賞もなんか取ったそうですよね。で僕、浜雄二さんというか、まあ、チャーリー浜さんになってしまった頃ですよね。東京進出したんですよね。それでこうドーンとこう浜雄二さんがチャーリーになって、そんなにこう特別売れてる俳優さんじゃ実はなかったんですよね。だけどまあ本当に、まあ、僕が思うにはその頃すごくドーンといった頃で、ちょっと僕思い出したんですけど、個人的に会ったことがねありましてね。まあ、実はですね、会ったことというかね、まあ僕は個人的な経験でちょっと申し訳ないんですけども、妹が CA やってた、まあ、これ時効なんですけどね、まあ、僕は下のエコノミークラスに乗ってたんですけども、妹の同僚さんがね、ちょっと上の方にアップグレードしてあげるとかって、途中からね、僕は初めてで、妹の便に乗ったの初めてだったんでね、まあ、それがまあ、バレてまして、そしたら同僚のね、CA さんに上の方に上がって、来てください、アップグレードしてあげますみたいな話をね、言ってくれてね、最初だから手前無料でね、アップグレードしてあげますじゃなくてね、じゃお金払って上がりませんかみたいなこと言ってくるんですけどね、まあ、ちょっとこう断ってたんですけどね、なんとか妹が上にいるの分かってたんですけどね。で、まあでも CA さんが上げてくれて、まあ、上げてくれてっていうか、一応お金払うつもりでね、もうそこは上がったんですけどね。だけどまあ、結局はお金いらないとか言い出すんですよね。まあそういうありがたいことで、妹のその仕事ね、部位を見ながら上にいたんですけども、まあお客さんは本当に浜雄二さんとね、まあ、隣には奥様じゃないんじゃないかなっていう女の人と、いらっしゃって、まあ僕はその後ろに座ってましてね、まあ、そういう時間で札幌便飛んだ覚えがありました。まあそんなね、個人的な情報はどうでもいいんですけど、まあ、浜雄二さんがね、本当にお亡くなりになって、本当に本当に印象深い芸人さんでした。ね、本当にご冥福をお祈りいたします。以上、昭和男1チャンネルでございました。ご清聴ありがとうございました。